よくですね、あの鶏が先なんですか、卵が先なんですかっていう議論があるでしょう。サ、ええ、のような動物から人間へ進化したという進化論の証拠は全くないんですか？一つもありません、ねえー。オーストラロピテクス、ジャワ原人、北京原人、ネアンデルタール人。 クロマニョン人以外にもですね、はい、実は進化論の証拠として主張されてきたものはあります、はい、しかしいずれも進化の証拠ではなかったと、うん、いうことが分かってます人類は250万年くらい前に誕生して進化してきたとかよく言われているんですけれどもそれについては先生どうですか、はい、よく言われますよね、ええ、でもね 実際にそうなんですかと確かめてみますとその数字が実にいい加減なものであるということが分かります例えば進化論を裏付ける証拠はたくさんあると思っているのはですね長くそう教え込まれてきた私たちの思い込みに過ぎないということなんですん実はこれに気づいた科学者たちは20世紀後半くらいからですね進化論ではなくて創造論 クリエーションですね創造論というものを説くようになりました。で創造論は創造科学とかクリスチャンサイエンスともいいます。うん、それはどういうものかといいますとねあの宇宙とか地球の誕生それから生物や人類の誕生ねこれは進化の考えによってではなくて聖書に記されたような特別な仕方で創造された。 と考えた方が多くの科学的証拠をよく説明できるという考えなんですなるほど聖書の中には近代科学が発展して初めて分かったような事柄がちゃんと記されていたりするんですよ、はい、例えば宇宙空間の中の地球に関する記述古代人には地球のように何もない空間にこうただ浮いているものだっていうのは到底考えられませんでした、うん 「呼ぶ記っていうところなんですけど26章7節っていうところですが「神は地を何もない上にかけられる」と書いてるんですもう今から約3000年前に書かれた<ー>それだけではないんです、はい、聖書は地球は丸いと述べてます「九百節書にこういう言葉があるんですイザヤ書の40章22節っていうところですが「うん、主は地球の はるか上に座して地に住むものをイナゴのように見られるで他にも聖書には現代科学から見て驚くような正しいことがたくさん書かれてあります私たちは生物とか人類が進化によって生まれたんだという進化論それを証明するのは化石だと教えられてきたわけですそうでし,たしかし実際には化石は進化論を否定しているんです、うん 化石はむしろ、論の正しさを裏付けています。あの犬が地面の上で死んだときに、<え>それがゆっくり土の中に埋もれて、そのまま化石になるでしょうか。い,いえ、絶対にいないですね、<ー>そういうことは。いいね、それは化石になる前に腐ってしまう、はい、風化してしまうわけです。また、例えば、魚が死んだときに、それが静かに海底に沈んで化石になるでしょうか。うん それも絶対にないわけです、えーえー、化石になる前に腐敗して分解してしまうからです、うんはい、進化論者は地球の表面を覆う地層は何千万年、うん、あるいは何億年もかけてゆっくり積もって出来上がったんだと仮定して考えてきました、うんうん、しかしですねもしゆっくり積もったのであれば化石は絶対に形成されないんです、はあ で想像論者は地地地球の表面を覆うう層層ね、ええ地層という想像論では生物や人類はどのようにして誕生したと述べていいるんでしょうかはいえー、人間はですね初めから人間、はい、猿は初めから猿として作られたと述べます<ー>人間で言えば大人が最初に出現したんです、はい、一つのカップル男女のカップルから出たんです、はい アダムとエヴァ進化論はですね、ええ、アメーバのような単細胞生物から進化してついに人間のような高等生物が生まれましたんだ生まれましたということを言ってきました、ええ、しかしそれは科学の名を借りたおとぎぎ話に過ぎないんです実は多くの科学的な証拠は生物も人間もみんな聖書が記しているような特別な創造の技によって 同じ時期に種類に従って一挙に誕生し出現したんだということを裏付けています。